今日は21時15分から瀬戸内 PR 舞台ラストライブ見る。こんばんは。今日も見に来てくれてありがとうございます。今日はちょっとレッスンだったので前髪を何もしていないちょっとラフな日でございます。今日ね15分から PR 舞台のやつ見ようかなと思うんだけども、その前にこれ開封しようと思って、これ生写真入ってるって書いてるから Not Equal Me さんのアンチコンフィチュールの生写真を開封してみようかなっていう時間です。誰が出るかな、誰が出ても嬉しいけど、推しメンの永田しおりさんが出たらいいな。開封、よし、いきますよ、いきますよ。じゃじゃん、推しメンです。あー指が荒れてる、爪荒れてた。いくよ、キャー、緊張の瞬間。それでは参ります。せー、違う、せー、待ってください。ただいまより、改めまして、ただいまよりノットイコールミーさんのアンチコンフィチュール生写真の開封式を行います。それでは参ります。せーの、バン。お、あ、キラリさん、キラリちゃんでした。私ね、そう、引きそうと思ってたの、さっき。わーい、私大好きです。パフォーマンスがすごく素敵なの。やったね、増えたよ。私ノイミーさんの生写真は永田しおりさんしか今持ってないから、初の。やったやった。いつもあのさ、普通にさ、お仕事とかだわけじゃなく、ライブ DVD とか MV とか見てるから、しおりとかキラリちゃんとか呼んでるけど、あの、どうしよう、キラリさんって言ってしまった。こちらはキラリさんでした。わーい、わーい、わーい、大事にします。パセリの生写真コレクションに追加いたしたいと思います。これはなんかね、飾りたいなって思って飾ってたらどんどん増えたので、ちょっとさ、生写真に紛れて私の幼少期が飾ってありました。私の幼少期、そんなにいかちいいかちいパーコ盗んだバイクで走り出しそうなおさきさんです。出てきちゃった。これ好きなんですよね。この半目、多分この表情に私ハマってて、当時。わーい、イエイイエイ。これは STU の最新シングルの生写真、かわいい、かわいいですね。これはね、これツアーの、去年のツアーの、ノイミさんのツアーのね、ランダム の、 あのフォトカードみたいなやつがあって、買ったんですよ。ランダムで3枚入ってるやつがあってね、その時に引いたやつ。
ずっと飾ってる。どうやって保管しよう。なんか最近増えてきたんです、グッズ。自分のアクスタもそうだし、まゆみさんのアクスタとか。どうしよう。こういうやつ、こういうのに入ってるの、ワクワクしませんか。こういう銀色の袋って、これにこうやって入ってた確か。でこのもう一個のやつは、このもう一個のやつは、これはあのこういうのはツアーの出口で全員に配られてました。すんげー、出口で配ってくれてた。飾ろ飾ろ、パセリのオタクコーナーに飾ります。わーい。まだ15分じゃなかった。よいしょ。ちょっとね、また最近家がどちらかってきたので掃除しないといけないんですよ。もうすぐなんかさ、ショールームとかが終わった後にショールーム終わった後とかにさ、お風呂入らなきゃと思って配信したままでお風呂入ったりして、どん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 そういうちっちゃな積み重ねがね、部屋を汚していくよね。でも今月さ、帰省したいので、帰省する前に家をきれいにしとかないと、もうゴミ屋敷になっちゃう。今は全然そんなことないけど、このまま2ヶ月3ヶ月経ってしまうとやばい。やらなくちゃ。私ん家に今ある段ボールはこれ、パネルの。これは実家に持って帰るから、そう、実家に帰る時用のさ、荷造りもします。お母さんに渡すグッズとか。大丈夫だよ、私が今カメラ反転したら、全然大丈夫ゾーン映ります。でもそんなに言うてだよ、みんなが想像するような汚さじゃなくて、この前お母さん来たばっかりだし全然だけど、このまま行くとやばい。そう、足の踏み場全然あります。全然何にも何にも何にもです。そうなのよ、やっぱ生活してるとさ、髪の毛落ちるじゃないですかね。毎日毎日フローリングしてもイタチごっこ、髪が抜けて落ちてフローリング掃除。みんなが想像する汚さは、あの昔 AKB さんの番組とかであった、 AKB 調べとかであったお部屋系の、お部屋系のやつではない、もうそんなお部屋レベルではないけど、整理整頓しなきゃなレベルですよ。みんなの思うやつはきっと、もうあのペットボトルの飲みかきが置いてあるとか、そう、そんな感じだけどそんなんじゃない。安心してください、安心して。違うよ。よし、配信見る準備していくか。イヤホンとかね。ワセリンちルンバいない。だってルンバがなんかさ、もし大事なものが落っこちててルンバが吸い取ったら怖いじゃん。ルンバのことちょっとまだ信用できないんで、ルンバは、ルンバ見たことないかも私、実物。ルンバ最近いる？活動してる？ルンバ。はい、いる？みんなのお家ルンバ？ルンバルンバ。私が最近見た動くロボット系はラーメン屋さんの配膳ロボット、あのガストとかにいるやつが、この前ラーメン屋さんにいてね。それかな。今日のペンライトはこれにしましょう。今日は PR 舞台だから買おうかな。うん、青ないかな。あった。
今日は PR 舞台見るから今日は青い PR 舞台の衣装のカラーで行こうね。今日のペンライトこちら。あ、お話し会の受付はもう終わりました。 PR 舞台仕様にしとこう後ろ。こんばんは。そしてイヤホン、トゥトゥルー、有線イヤホン、よし、これで準備はバッチリよ。 iPad 充電した。もういつもないからね。え、後ろにいっぱい PR 舞台系飾ろうかな。あ、本が曲がっちゃう、大変。こうやって飾ったりするからさ、部屋がどん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 散らかるんだよ。では私の PR 舞台のパネルでも飾ろうかな。あー、アクスタが、アクスタが倒れた。あー、アクスタ。こちらパズルの PR 舞台パネルちゃん飾ろう、せっかくだから。気に入ってます。いいね。で、ちょっとシナモンはこっちにしよう。よし、ふいふいふい。今日は PR 舞台仕様で見ていこうかな。よし、ドキ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 。緊張するよ。なんかわかんないけど、なぜか知らんけど。12月23日 PR 舞台、ピョンピョン、ドキ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 。どんなセットリストなんだろう。どんなセットリなんだろう。ワクワク。あ、もう始まっちゃった。ちょっと待ってね、部屋送りして。あ、いいや、最初から言いましょう。もう何分何秒って合わせるの難しいから、初めから影穴から見ようかな。もう15分かな。まだ14分でした。まだ14分、あと1分です。やばい、緊張緊張。盛り上がっていきましょう皆さん。ドキドキドキ。ワク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 。ではよろしいでしょうか。30秒前、29、28、27、26、27、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、18、17、16、15、14、13、12、21。えいやー、キングコンカンコ。え、これどっかに置いてみたいな、置きたいな。これと、あ、見えちゃう見えちゃう。膝に膝で挟む。これね、行で振り分けたんですよ、影穴。だからなんか句読点がおかしくて、否定的。
私この日はあの鼻風中で鼻声です。この日悔しい。そう、確かにスタンディングなのに席を立たないでくださいって言われてるね。本当じゃん。沖さんの声いいですね。はい、イエーイ。やあ、はい、待って、パスは待って、自分の、よしよし、今日はパセリのファンとして参加します。パセリ頑張って、頑張って、パコ、フォーティーヘイ、やばい、緊張してきたよ。おさきせりか、高尾さやか、かわいい。かわいかった。推しめのおさきせりかちゃんがいました。ペンライト、パセリ色のペンライト。皆さん、千穂さんはね、水色白なんですよ。で、私が黄緑エメラルドグリーン白なんだけど、あのね、ちょいちょい光がね、緑か水色かわからん人がおって、中間みたいな人がいるから、そこも注目です。しばらくじっとするんだ、決して涙我慢をするためじゃなくて。かわいい、泣くんだ次は勝とうと思えばいい。鼻声ですね。何があろうが一日は終わるんだと。あ、消えてる。いくつもの顔やいくつもの赤があるって、この目で見て知ったよ。知らないことや知らない人、ここで立ち止まりたくない、このまま進もう。はあ、これは MV を撮ったちょうど1年後ぐらいだから、なんかよりね、懐かしさが。てん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 、
5人バージョンですね。頑張れカメラさん。しゃがんでごめんね。空気は澄み渡って、あかりん、あ、ふくちゃん、ダフルコートに君のこと。ここいつもマイキューさんとギューしたんですけど、5人バージョンだから1人でギューしてて寂しかった。吹き抜けた時、ここ注目ですよ皆さん。ギャン、そう、本当はマイキューさんとハグするとこを沖さんが代わりに入ってくれて、職権乱用ですよ。何も日はこの曲はね、あの沖さんといっぱいペア振りがあるっていう最高ソング。去年これは仙台で披露しました。会場別曲、会場ごとに1曲違う曲入れてて、仙台のツアーで披露したから1年ぶり。これもこんな冬もひねってちゃねう、守りたい、分かり合える、そう、16曲ノンストップだからこれは。カンガルーのポーズ。あなたは今日でマイキュー推し、ほらエスティクエスチョン、あなたは今日でサイヤン推し、押すしかないやん、パセリ推し、ほらエスティーユー、エスティーフォーティーユー、イエーイ、フォーティーユー、瀬戸内どうですか、レス欲しい、オーマイガーでしょ、レスくれました、バセリが。STU です、迷うでしょ、誰か一人を応援して、せーのせーで、あなたは今日でリンコ推し、ワンコが好きなリンコだよ、よくできました、かわいい、イエッ、3度の飯はうどんで決まり、かわいい、ここかわいいんです。このサーヤンが一人飛ぶとこがもうかわいすぎて、最高でしょでしょ、どうですかどうですか、 STU です、目を引いたら
押し変したって構いません。淡路島へい、岡山推し桃太郎、宮島ふぶー、フォーティエース ST、 はいはい、確かに S 難しそう。これは阿波踊りしてます、徳島の時。愛媛推し、あなたは今日で瀬戸内推し、夢を追いかけて一発、成長してる STU 見に来てください。どんなに揺れ、あかりんさんすごい、あかりんさんやばかった今、髪がもうあっちこっち行ってたよ。推しですよね、ですよね、はい、トゥルルルトゥ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 、チャ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 、このなんかショールームの画面のところにこれを置きたい、こうやって。トゥ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 、これは研究生の時にツアーでやってました。この曲担当だったの私、ユニットが。どうでもいい話題に紛れ込ませて隠していた切なさとか愛しさとか伝えてみた。あなたは少しだけ困った顔しながら付き合っている彼女がいる。実はここ3人だったんですよ、もともとリンコと私とサーヤンで。でも2人になったから2人で勝手に振り返って2人であのくっついたりして、そうレッスンで変わってる6人限定バージョン。多分これもともとがね5人曲とかだから、そう6人の振りがなくて。だって突然膨らませてた心の風船が割れて、これはソヒソエはこっちとこっちがいます。私は親指の人の小指の人もいます。これね難しいんですよ。私は研究生ツアーの時、これは何見たかな、空花さんの動画かな、空花さんの YouTube にこの振りを教えてくれる動画があって、それを見て覚えた。誰かへの愛しさ、ごくりと飲み込んで夢でも見よう。自分の方から出て書く、なんか日を立って突然膨らませた心の風船が割れて、しゃがみか立ちな、奇跡に近いのかもしれない。綺麗な夕焼け砕いつこう、そんな大ごとじゃなく
小さな幸せでいい。これ小さな幸せだからこうちっちゃい振りなんですけど、あのね、去年の PR 舞台のツアーの時にレッスンで、あのリンコのやつが全然小さな幸せじゃなくてでかいって言って、先生がちっちゃくって言って、ちっちゃくしなさいって言ってたのをすっごい覚えてて、そうでかいから、それはでかすぎる、怒られてた。ちっちゃくね。トゥンドゥンドゥトゥンドゥンドゥンドゥトゥン。いいよね、君について私好きです。ドゥン、あ、水色の方がいい。はい、水色。この時は裏でもう、あの鼻がさ、鼻声だから喋りづらくて、歌う時もさ、だからなんかさ、鼻が、鼻声ってことは多分鼻がどっかで、鼻のどこかしらの奥で詰まってるじゃないですか。だから口呼吸になって、だからもう乾燥がひどくて水をガブガブ飲んでた、この時。ガチの裏話、ステージの裏話とかじゃなくて、ガチの裏の、舞台裏の裏話。乾燥がね、この日すごかった、ステージ。うわ素敵。見るけれどどうしてこんなに僕なのか、そう君について。やってみたい、これ。気になっていたのだろう。千穂さんってどうしてこんな歌ってる間も可愛くいられるんだろう。なんかさ、千穂さんのファンの方の亀子さんの写真がよく流れてくるんですけど、どの瞬間ももう美なの、美。あと手がしなやか、なんかこうちょっと中指がこうなっててしなやかなの。ほらしなやか、ほらこれとかしなやか、しなやか。そう、めっちゃ可愛い。千穂さんできないことあんのかな、歌うまくてダンスできて顔可愛くて。何ができないんだろう、千穂さんができなさそうなことは。なんだろう、なんかできないことあんのかな。一発芸とか。ね、そう、料理もできるし。だってすごくない？毎週、毎月、毎月さ、ファンの方の前で料理を作るお仕事があるわけですよ。ね。トゥン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 。あ、早口言葉？でもできそう。私も行ってみたいな、千穂さんとさらちゃんのあの料理の、食べてみたい、気になる、いつも。でん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 。あー、よっしゃ行くぞー。トゥン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 トゥ。これは私がAKB さんの初めての推しメン、高城亜紀さんの曲ですね。続くようにいるよ。僕が
明けおめ、こんばんは。愛とは返事を求めない声さ、太陽の下笑って歌え踊れ自由に、君のことが好きだから、ここにいるよ、人混みに紛れて気づかなくて大好き。暖かい気持ちでいっぱいに、これも5人バージョンだからね。そう、いろいろ今までとは違う構成になってて新鮮でした。あー、また消えちゃった。君のことが好きじゃけ、僕はいつもここにおるよ、紛れ気づかんくてスイート、あ、間違った、スイートちゃんって言っちゃった急になんか博多オタ時代の記憶が蘇ってしまいました そう、昔のやつが出てきてしまった。トゥルルタタ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 。そう、これ HKT さんは CD のカップリングにもなったんですよ、方言バージョンがね、博多弁バージョンがね、 A メロも全部、 A メロ B メロサビ全部博多弁のやつがあって CD に入ったんや。トゥルステステルルルトゥトゥトゥルステステルルルトゥルステステルルルトゥトゥトゥルステステルルルトゥルステステルルルトゥトゥ。花声ちゃん頑張って。うん、あ、この日の髪型、髪型の裏話。この髪型は PR 舞台の TDC の TDC の時の髪型にしました。やっぱね、 TDC が本来ラストだったから、そう、ラストライブってことで。全然関係ない、好きになれただけで、なんて幸せなんだと思う、運命ってやつ信じてしまった、僕は君を好きでいるし、そんな存在に巡り合えたことに感謝する、それ以上の未来望んではいない、愛は与えるものさ、愛ってなんだ、だよみんな。愛って思って愛したいんだ。マイカー公演がしたくなる、こんなん見たらマイカー、沖さん卒業前にマイカー20回以上お願いします。占いたやつを信じていなかったけど、できるならラッキー続いてくれ。マイカーのノリでさ、しゃがんでしまったんですよねいつもしゃがむから、こう、ちょっと君も好きでいるし、そう、ここマイカーの時はリコチがすごい盛り上げてくれる、リコちゃんが指揮者したりとか急に肩組み出したりとかする
暴れポイントなの。あでこのポーズ、いつもマイカーはこう瀬戸マイクポーズ、マイカーっていうのがね、説明する前に曲が始まっちゃう。瀬戸マイクっていうユニットがもともとあって、この瀬戸マイクっていうユニットの曲なんですよ。だから最後ポーズこれなんだけど、 PR 舞台はこれ、 PR 舞台のポーズをしてます。満足言えた。トゥントゥントゥントン、美しく瞬いて見えるけど、これは順位順に歌ってます。 PR 舞台の順位順、既読がつかないのはなぜだろう、恋は疑り深い、そうこれも TDC でやったの。 TDC の時はここだったの、私桟橋からのとこだったの。マヒナさん、マヒナさんパート、誰よりも誰よりも愛しなさい、もう僕は自動して、これは首をこうやってやるポーズ、ポーズの振り。そうこれは歌唱力のメンバーの曲で、そう歌うまユニットの曲、アリちゃんさんとかイケちゃんとかマヒナさんとかね。そうでもこの曲歌詞がね、歌詞聞いてください。やっぱ普段歌うまユニットが歌ってるから歌に集中したと思うけど、でも歌詞が激おもなんですよ。激おもソングで本当に、そうなの、誰よりも誰よりも愛したせい、もう僕はじっとしていられない。多分私だけここさ気持ちこもりすぎてる気がする。この今歌ってる4人の中で私が一番激おもじゃないですか。そう感情入りすぎてて、愛はいつでも人を狂わすって言ってるよ、そして僕は僕じゃなくなる、超重いからこの歌詞私大好き。 STU 激おも選抜センターの尾崎セリカ、今後も歌っていきたい曲です。でもダブルセンターかも、シナノソラ尾崎セリカのダブルセンター、いや負けるかもしれん、センターシナノソラハかもしれんけど、他に誰かいるかな重い人、体重じゃないよ気持ちの問題ね。いいですね、おきまいさん、さっきの曲でおきまいさんがいなかった理由、途中で抜けた理由は、このマイクをこの持つやつじゃなくてこっちのヘッドセットって言って頭につけるタイプのマイクにするために、さっきの曲は途中から4人になってました。だからいなかったけど裏ではきっとハッハッハッみたいな、バタバタバタみたいな感じで、多分ね、多分ね、いいね。そうこれリトチャーリトチャーって言って、リトルチャーミングトリップがあった時にサーカリンとサーヤンがやってたんですよ。でこのレッスンの裏話があって、レッスンの時にあのオキさんがレッスンでやる時に、サーヤンが、あ私マイキューさんのポジションできますって言って、レッスン限定のオキさんサーヤンのタブーの色を見ることができて、めちゃくちゃ良かったです。いいよね。
これはあの宮脇さくらさんと児玉遥さんの曲、 HKT さんの曲これで、そのサーヤンとサヤカリンは2人ともサヤカって名前だから、名前言うとこがサーヤカなんだけど、ここお決まりさんはまた違うね、名前が聞こえるっていうのが魅力ですね。ね、私マイキューさんのこれが好きなの。マイキューさんのダンスってさ、あのバレエのしなやかさがあるじゃないですか。だからこの肩のこのなんかね、動きがねすごく素敵で、ツアーの時毎回舞台袖から見てたの、いつも仙台とか横浜とかあちこちで。そう、めっちゃしなやかなんですよ。頑張れ。これそう、沖前さんがマイクを外しに行ってるから、私一人で一人でこのなんか違う振り。本当は好きだったんだろう、恋だって認めなかったヒーロー。強くなる。このグリーンフラッシュをどうしてツアーの曲に選んだというか、なんでこの曲が入ったかっていうと、あの長崎の会場限定曲だったんですよ。日替わり曲、会場ごとに違う曲の、12月のカンガルーが仙台で長崎がグリーンフラッシュだったんだけど、私の出身地だからって言って、スタッフさんのなんか粋な計らいで、ゆきりんさんの初センター曲、ダブルセンター曲のグリーンフラッシュを会場曲にしてくださったらしいんですけど、いやそう知らなくて、そうだから私がこれセンターやってるんですよ。でも実はこの次の日のライブでスタジオっていうユニットが同じ曲をしててもう歌が上手すぎてびっくりしちゃった。そう、でも遠距離ポスターやりたかった、私ゆきりんさんのセンター曲ね、遠距離ポスターもやりたかったです。いつも千穂さんとかやってるけど、そうきっと君にも見える。これね、曲の終わりに次の曲に行かないといけなくて、後ろ抜かずに歩くのめっちゃ緊張してた下がってくの一人きりが一番楽だと思ってた。前までさ、マイキューさんと二人だったの、立ってる人が、だからみんな座りで私一人立ちだったから、寂しくて、マイキューさんはリンゴがいたとこに入って、そう、私一人ぼうちゃん立ちの人だったの。孤独を感じてしまう。そう、
そう、孤独を感じてしまうだった一人で。この海眺めるだろう、いい曲だね。これは瀬戸内 PR 舞台、舞台、舞台って何PR 舞台のシーズン1のオリジナルソングだから、こうやって PR 舞台のね、代々こうやって受け継がれていくって感じがいいですね。わかる、ふうさん、そうね、ふうさんとかゆみりんさんとかひなさんとかね、ここの部分が好き。人生であと何回この海を眺めるだろうっていう曲が好きで、やっぱさ、瀬戸内に限らずみんな、まあ、海がない海がない県はありますけれども、海とかさ、そういうなんか自分の慣れ親しんだ景色ってあるじゃないですか。海に限らずね、山とか畑とか街並みとか、そういう誰しもが思い返す景色があるじゃん、ね、シーズン1もシーズン2もなんかそういう感じじゃない？笑顔のチャンスも空の色とか、ね、来るよ。教室から何が見える、空雲か地平の彼方、彼女はそこにいるのか、片思いの入り口、クラスが A C で C 組の僕はこれ C です、わからない。これ3人だったのに2人になって寂しかった。好きだってことだ、頑張れさあ、そうレッスンからもう頑張れって言っ てさあやん、恋のいるよ、両手には何が見える、揺れる枝のつぼみよ、あの日のときめき、入学式デジャビューみたいな桜の木、悲しく遠く、この曲はなんかいろんなメンバーがやってるからファンの人によって違いそう、思い出が。 2.5 期生が好きな方は 2.5 期生のイメージ強いと思うしね、私は愛子のイメージかな研究生ツアーの時にね、 2期の研究生ツアーで愛子がこの曲に選ばれてて、愛子のイメージありますね。でも折り面のイメージがね、やっぱある人は多いと思う、ありちゃんさんとかね。ひなさんとかありのんね、あゆみんさん、いやでもわかる、あれは何、2周年コンサートだっけ、あの DVD になってるやつ、あれでやってません、これララ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 ラ
リンコのとこに千穂さんが入ってくれました。これ2期生曲だったのよ、ツアーの中では。頭固くて冗談通じない、鼻声だ。絶対ありえないって。さあやん、さあやん、かわいい。カップリングな君は表とは違うよね、みんなが知らない顔に胸がときめいた、そんな弾ける秘密僕だけ独占してる、君のカップリング水。人は誰ももう一人キャラを隠してる。この時はもう酸素が足りてなくて、みんなが知らない顔に胸がときめいた。あれはあれですね、チームサプライズっていう AKB さんとあのパチンコのコラボ公演というか、コラボ何12曲ぐらいなんかいっぱいボン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 ってたくさん出た時の1曲ですね。ユニット曲みたいな、なんて言うんだろうこれ、シリーズもの。これは HKT さんの最高かやだよ。これは HKT さんの出張公演でやった曲。意識したのがいつからだろう、超絶眩しい、知らないふりしてもいや、意地悪しないで。おお飛んでるね、パセリのボール。熱烈歓迎、恋愛ウェルカム、 I wanna do, I wanna kiss。 ついてるついてる、運気は上々。楽しいね。君で最高かよ。あーよっしゃ行くぞ。気になるっていいもんだ。はい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 、ここの場所から大声で。せーの、ワン、ツー、スリー、 I wanna do, I wanna kiss。私ここ振り間違ってないですからね。振り間違ってたらこうやってやったわけじゃないですからね、言っときたいけど。合ってるからね。
そう、これ多分 HKT さんの公演の時にやったから、私が HKT さんのファンっていうのを知ってか知らずかセンターだった。くるくる、いやこの時はもう水が欲しいって思ってる。走る自転車、9月のそよ風、止まった止まった、休みの間会えずにいたな、今すぐにでも君に君に会いたい、Maybe 青い空には雲は一つもない。これは中学生の時に YouTube 見ていっぱいダンスを覚えてました。あと AKB さんのさ、前田亜美さんとかが一人で踊ってる振りを教えてくれる動画とかあったの知ってる？それを見て中学校の時に振り、そう夏休みかな、家に一人でいる時に何回も何回も見て、そう、いや気持ちこもりすぎやろ私前髪も置いてたし、気持ちこもりすぎてしかめつまったし、好きだー言ってたよ私君のことが、ああ本当は好きだ、16曲連続ライブ、次がラストですよ。映ってんのかな、あ、ここのイントロの入りがいつもレッスンで沖さんと2人で入り方ここタイミング難しくないって言って打ててなかったですね。そう、ラブトリップは沖縄でやりました。沖縄の会場限定曲、記憶を修正しながら、飛んでた飛んでた、見た？飛んでたよ私、めっちゃラブトリップのサビの、飛んでたよ、すごい飛びすぎってぐらい飛んでたよ。
休みで。飛ぶかな。あ、映らなかった。定点欲しい。定点欲しい。絶対にもう飛びすぎてるよ。なんかパセリ追いかけられてた。歌ってないのにずっとカメラさんがついてきてくれてました。出てほしいね。MC が始まりますよ。52分30秒ぐらいでやっと自己紹介やっとご挨拶。今まで多分客席のみんな一体この子たちは誰なんだって思いながら見とった。今から自己紹介押すしかないやん。そうやん。赤赤赤だよ。赤赤黄色。ヤンゴロマイキュー。オレンジ。地方ちほさん、おきちゃん、あ、みんな紫あった。ポキオ、ポキオ先輩、瀬戸内。かわいい。パコーパチャワンコが好きなリンコだよ。リンコはインフルで来れなかった。リンコね、そう、最初は来てくれる予定だったんですよ。あの見るだけ出るわけじゃなく見に来てねって言ったんだけど、このライブの前にインフルになっちゃったって連絡来て、そう、またいつか来てくれたらいいな。この前あったけど、ね、思った。絶対あの皆さん、え、サプライズ登場するやんみたいな感じで思ってるけど、本当にもうそう、
ただただ自己紹介をしただけ勝手にいない人の自己紹介をしただけで、もう絶対はみんな期待してるんだろうなっていう空気をひしひしと感じてた。だからすっごい気まずくて、いや来ないよリンコインフルだからって思って、私はずっと思っててそう、いや来なかったんですけどね、またいつかちょっと復活してほしいですね。PR 舞台終わるの悲しいな、まだ終わりじゃないかな。ね、発表あるかと思ったよね。 PR 舞台ツアー決定とかあるかと思ったけど、本当になく。でこれは去年の沖縄の時も TDC の時も絶対これはなんかサプライズがあって、まだまだライブがあると思って期待してなかったから、クリスマスもちょっと期待してもまたないかもしれんって思ってた。さや語録、当たり前サーヤンっていうのを毎朝サーヤンが投稿してるんですよ X で。でも2日前ぐらいにみちゅ語録が投稿されてた。サーヤンのそう、私じゃなかったのにさ、私がなんかリーダーみたいに締めちゃってるしかもこの後はけた後に沖さんからパセリ卒業発表するんかと思ったって、いや違うよって、締める担当の人が締めなかったからだよと思ってそう急になんか私が仕切り出したんですよそう、え私ってあやぱん並みのリアクションしてしまいました。そうよ、急にそんな仕切らないですよ。え早送りしちゃう？アンコール、あもう出てきてた。あ1時間4分5秒1時間4分5秒オッケーオッケー、いくよ、10、9、8、7、6、5秒前4、3、2、1、ピョーン。消えちゃった。この衣装また着たいよ。PR 舞台衣装また着たいよ。PR 舞台のポーズ。じゃん。
これです。これピアウタイフォーズ。このヒールはすっごいね、あの高さがあって、今聞いちゃった、普通に話してる途中で画面の中のあの会話を聞いて自分の世界に急に入り込んでしまった。そう、ヒール高いんですよこれ。そうなんですよ、 PR 舞台の PR 舞台の初活動が HKT さんの大阪公演のゲストっていう、それが初の活動で PR 舞台としての。しかもサプライズだから告知もできないし、あのそこにもう来てる HKT も通ってる STU ファンしか、そのSTU のファンの方は多分見てない。そうなの、サプライズステージで初めてお披露目されました。でフェスがあってツアーが始まって、そうなんですよ、 HKT さんだけど大阪公演にSTU が出るっていう。高尾探偵は忙しいそうです。ね、高尾探偵最近見ないですね。どこ行ったのかな。でも探偵忙しそうじゃない、クリスマス。いろんなさあ調査があるでしょう、きっと。きっとか探偵のプライベートの時間とかあるかもしれない。お肌が綺麗、マイキューさん。なんか生で見てもすっごい綺麗なんです。マイキューさんってさ、毛穴がない、多分存在してない、メンバーで一番綺麗だと思う。マイキューさんのお肌いつも思うんです。あの緊張して喋ったりできないから、誰かと喋ってるマイキューさんを遠くから見て、ああ顔が綺麗、肌綺麗と思って、美人って思って見てる勝手に。そう、本当に鼻声ですね。今は1時間9分40秒です。もうね、私 PR 舞台終わるの本当に無理だし、
沖さんのいないマイカーも本当に無理だし、なんか私がさあこの STU 入ってあのびのびと楽しく活動できたのも沖さんの存在の大きさがやっぱ一番だからさ、こんな優しい先輩いないよ、後輩にこんなさ、こんな生意気な後輩、生意気かつもう気持ち悪いぐらい重たい愛を伝えてくる後輩にも優しくしてくれる人ってもう沖さんしかいないよ。そう、今年はね PR 舞台もきっともうない、あってほしいけどないかもだし、沖さんも卒業しちゃうしマイカーも変わってしまうから、もう全て今までと違う環境になると思うととっても悲しいです。そう、なんかさメンバーが卒業するとそのメンバーとファンの方も環境変わるけど、意外とその周りのメンバーの環境も変わるわけですよね。この活動を続けていく STU として活動していくメンバー側もいろいろと変わったりね、もうどこのユニットも結構卒業が相次いでて、人手不足だったりするから今後ユニットがどうなっていくんだろうっていうのもあるし、そうそうなんです。だから2024年はどうなるのか私もちょっとドキドキです。3期生が入るのか、それともまたあのユニット編成で新しいユニットが3個とかになったり減ったり増えたりするのか、ユニットの数自体が、それともユニット制度自体なくなるのか、どうなるんだろうって。そうなの、チャートリは9人いるんだけど、スタジオはリーダー卒業で、四国も2期生がユケリカだけになるんですよ。でマイカーはリーダーの沖さんが卒業って感じで、またなんかそのバランス的な問題でもさどうなるんだろうと思ってね。どうなってしまうんだ。そうマイカーはねリーダーになると卒業するっていうジンクスが続いてまして、まあ、リーダーじゃないミホリーも卒業したけど、ミホももうほぼリーダーみたいな立ち位置だったから、ずっと研究生の時から、だからもうマイカーのリーダー制度はもう廃止してほしいですね。なし、マイカーリーダーなし、なしがいいですね。もうだってね、フーさん、ほのたんさん、おきさんでみほでしょ。そう、なんか3期生でねマイカー人気らしいんですこの前ノアピが言ってたの、焼肉の時に3期生意外とマイカー入りたいって子多いですみたいな言ってて、なんでだろう、なんでかな。夢力の名前はチッ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 っていう音が入ってるんですよ。あの曲によってねクリックって言うんだけど違うけど、夢力クリックイントロクイズしたい。チッ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 、夢力だそうぜ。チッ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 、5個の時は夢力とかチッ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 とかもあるんですよ。ダメだよ、みんなフェスとかで言ったら隣の人に舌打ちしてるかと思われちゃうから気をつけて、有効な関係でいてください。なんかね PR 舞台のこのラストライブをして思ったのは、やっぱツアーでやってた曲を やるわけだけど、ツアーでは7人バージョンだったから、6人とか5人とか4人とかでこのクリスマスライブはねしたんですけど、曲によってやっぱ違う
違いましたね。7人バージョンで見てたポジションからのなんかこのメンバーとこのメンバーの後ろ姿とか、ここでこのメンバーと目が合うとか、ここメンバーここで歌うみたいな、歌割りのメンバーも変わるし、なんかなんだろう、もうなんかツアーとかでやった曲をさ、やってる理由はその集大成としてやってるわけだけど、もう全然思い出のある曲だけどまた違う、なんか違いました。7人バージョンだとやっぱ奇数だからセンターがあって33みたいなのとかなんだけど、6人だとやっぱさ、ユニットとかでやってる人数と一緒だし、偶数だからダブルセンター系になったりとかして、なんですかね、7人だからこそのステージだったなって思う。ユニットでも7人ですることほぼないんじゃないですか。フェスとかでやるのも6人か16人だから、 PR 舞台ならではっていう7人みたいなのがやっぱツアーとかね通して思ってた良さみたいなとこがあったので、やっぱね変わってしまったのが悲しかったな。まあ、変わっていくものですね。あ、衣装一人一人違うからぜひ見てくださいね。いっぱい叶わない夢なんかない、諦めなきゃ地は動くよ。これ好き、私たちもって言ったの好き、私もじゃなくて私たちもって言ったのめっちゃ好き。これひなさんがねライブでやるんですよね、周年とかのライブではひなさんが何何とか言ってるんだけど、この前ノイミーさんのライブ DVD 見たらノイミーさんもやってた、鈴木ひとみさんが言ってた何何って、ドゥ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 繰り返す毎日にうんざりしてた、永遠より続くように大好き。 STU 入る前からもうめちゃイケ世代だから、私めちゃイケ時代からこの曲は大好きなんだけど、歌詞がいいね。あと去年の ST のツアーでもやってて、私ツアーではあの岡村隆史さんポジだったっていうのもすごい、そうやっぱ岡村隆史ポジですって言えるのは強いじゃないですか。16人いる中で岡村隆史ポジは一人しかないから、私は岡村隆史さんのポジションですって言えたのがすごいもう思い出いっぱいの曲です。もともと好きだし PR 舞台でもやったし、そうなの。かわいい衣装。ありふれた毎日が今の僕の宝物さ、穏やかに流れてゆく日々が幸せのすべてだよ、ずっとずっとこのまま君より続くように、流れ星に願いを込めるよ、いつまでも流れゆくまま。
やばい、私さ PR 舞台ラストだから意気込みすぎてさ、研究生時代のあの合唱コンクールの歌い方になってる研究生時代からの、わかる？合唱コンクールの歌い方口をめっちゃ開けるやつになってる。僕の太陽公園のひまわりでよく披露していた合唱コンクール風の、あの大口開けて歌、トトロみたいな歌い方になってる。ずっと思ったけど、今日これ見ながら、ああやばいって。いい、いいと思う。本当いいですか？じゃあ合唱コンクールスタイルでこれからも。スカートも違うの、一人一人見てください。スカートが右にこう下がってる人も左に下がってる人もいるの。だからダンスでスカートを持つ振りとかは人によって掴みやすさが違うんですよ。なんだっけな、フェスとかでも思うんです。あ、私ちょっと掴みづらい方の人かもみたいな。目の前で沖さんが掴む振りがあった時に、沖さんすっごいスマートに掴んでて、そう、威嚇してるマイキューさん。私汗の量やばい、顔がもう汗でツルツルテカテカ。カメコ STU ありがとうございます。カメコマシってちょっとありがとうございます。カメコ STU たくさんありがとうございます。私はカメコ STU ね、可愛いやつをお母さんに見てって送ったりしてます。私すぐさお母さん何でも送っちゃうよねあのお話し家のお弁当とか、亀子さんとか自撮りとか、だからすぐお母さんに送るから、あのみんな変なこと言わないようにしてください。あ、そう、ここの袖も違うよ。一人一人空いてる人もいれば、千代さんみたいにもわってなってる人もいるし、私みたいにファサファサの人もいます。袖も違う。で、PR 舞台の衣装2枚重ねなんですよ、実は。中にこのここに見えてるさ、リボンとかついてるやつは中のワンピースで、上から重ね着みたいな感じでこのふわふわの衣装着てるの。だからね、そう、二重になってるんですよ。中はノースリーブ、あのぴったり、誰とは言わないけどノースリーブで踊りたい人にぴったりな衣装になってます。出会うその旅、うお、1時間半経ってた、あっという間だ。これとかも、この曲もやっぱ7人で歌ってた曲だから、なんか完全体じゃないって感じがいつもする。
そう、リンコの位置開けてる部分もあれば6人で埋めてるとこもある。サビは6人バージョン直されてます、これ。そう、ほら、もともとと違うバージョンになってますね。TDC の映像を見返したいな。早く公開されないかな、どこかで。もっと YouTube とか誰でも見れるとことかで公開されないかな。そうだよ、これはフルだよ、フルですよ。さっきはワンコーラスだったけど、少し休んだ顔、ここで反省会してた。はあ、私は最後の日にも鼻声で体調管理ができない、最悪だと思って、もう歌も鼻声で、ああ音程もなんか鼻声だから音程取れてない、はあってなって、このくるくる回るところで気持ちを吹き飛ばしました。これも6人治ってるかも。1番はこれで2番はグーなんですよ。1番はこの目で、なんか目っていう振り付けの時これ多いかも。片思いの入り口とかも何が見えるはこれで、こう次はこうだから、なんか見る、やっぱこれかな、見るポーズって。こうやって見ないもんね、こうやって何が見えるとかやらないから、多分これが主流なのかな。笑顔になれますように。そう、マイキューさんはリンコの歌よりも歌ってるんですよ今。もめてみて知ったよ、この手とかやるとこも物足りないの、うん、いないってなる毎回。足りないってなります。トゥトゥントゥントゥ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 、いいね、これが放たれていった。もう11時になっちゃう、早いな。今日9時から見始めたのにもう日が変わりそうな時間まで来てた、気づいたら。終わっちゃった、はい、明日の配信、私のショールーム、明日のショールームは夜終わってからしようかなと思ってました。フェス終わりにしようかなって
思ってます。あの時間が19時からだから、あの広島帰ってこれないので普通にできます。夜配信できちゃう。ここで私は手をつながなかったじゃん、手つなぐやつじゃないから、なんか手つないだら本当の最後って感じしません？ライブとかでもアンコール後って感じがするじゃないですか。だから、あ、手つながなかったってことはまだあるって思った、今後勝手に。でもただそれは関係なくて、そう、まだ会ってほしいって気持ちと、最後だから手つないでやるやつやりたかったっていう気持ちがありました、この時。やっぱ手つないでやるのがさ、地声でありがとうございましたって言うから最後感あるというか、つなぐかどうかは場の空気場の空気とかですかね。公演では絶対最後手つなぐやつあるけど、手つながないバージョン、フェスとかで出るときは手つながないバージョン、他のグループさんのステージが続くからフェスでは手つなぐバージョンはしないとか、あのありがとうございましたみたいなやつ。私もう汗で顔が本当に真っ赤っかだよ。まだ終わりじゃないんですよね。でもね、裏で出るかどうかのなんかスタッフさんのえ、どうするどうする、何やる何やるみたいな、笑顔のチャンス、笑顔のチャンスはもう3回目だよみたいな他の曲4時から何何みたいな、なんかミニ会議みたいな、メンバーとスタッフさんのミニ会議が裏でそう行われてて、予定いなかったからね。ラスト。いやー、ラストエガちゃんだよ、さっき聞いたけどさっきも聞いた曲だけど、3回目、一つの公演で同じ曲を3回やってますね。
聞いちゃうね。絶対ここマイク入ってなかった。絶対に私のマイク上がってなかったと思った。うん、そう歌ってたけど聞こえないってなってて、あれ、そう、あれ私の声が聞こえないってなってたんですよ。そう だからあのダブルアンコールの予定なかったから、多分スタッフさんも急遽さ、もう終わる予定でやってるから、そう終わる予定だからね。私だけもう終演されてました。そうなの、本当に予定なかったんですよ。あ、ここのとこさっき言うのよりこの最後の方が私の表示良かったですね。もう少し、鼻声具合も今回の方が良かったかもですね。そう本当に急遽、私終わって水ガブ飲みしてましたもん裏で。その時にね聞こえてきて、えーってなって、もう終わったと思ったから、あ終わっちゃったと思ったら、まさかねこんなすぐにねまたできると思わなかった。あのね、いや見ましたか、映ってるとこ、こうやって私が歌、私とマイキューさんの2人の歌いがこうやって祈り始めるっていうところあるんだけど、いつもなんかこっちから視線感じるなって思ったよ。今までずっと1年ぐらいずっとね、初めて勇気出してピュッて見てみたら奥さんがこっち見てた。あ、そういうこっち向いてるふりだからってのもあるけど、いつもなんかすごい視線を感じてたから、ラストだし見ちゃえって思って見たんですよ。そしたら目が合いました、が映っちゃってた。そう目までは気づいてないふりしてそうやったんですけど、内心ちょっと気になってて本当に見てるのかどうかちょっと検証したくなって見ちゃったんです。レッスンでもステージフェスとかツアーとかでももうずっと気になってたので、もういや見ちゃダメだダメだパセリ見てはダメだと思ってだけど、抑えきれず見てしまいました。手つないでやりたかった、これかなし終わって。
ってしまった。悲しい。あ、始まった。悲しい。ねえ。ここ今衣装の見比べが分かりやすいポイントかもしれない。悲しい。さや見ちゃう、ずっとずっとさや見ちゃう。でも横でずっとうんうんとかそうだそうだみたいなこと、なんか相槌めっちゃ言ってたんですよ。そう、相槌横で言ってたよ。まあ、いやめっちゃよかったって言ってる。他のエヴァとかぶってるけど言ってます、ちゃんと。私とサーヤンなんか私とサーヤン会話に入れてなくないですか。大丈夫かな。なんか入れてあげたい。悲しい。犬ね、喋ったね、パセ。終わっちゃった。最初の初期画面に戻された。悲しい。なんで終わったんですか今。ちょ、ついでにさ、ちょっとまだまだマイカーとかも見ちゃいたい気持ちだけど、マイカー見ようかな。いやダメダメよパセ、今日は PR 舞台の思い出に浸る時間にするから。ダメ、悲しい。もうあっという間に2時間経ちました。はあ、はあ、どうして、どうして私たちはもうラストライブを迎えてしまったのでしょうか。いまだに実感が湧いていません。悲しい。ねえ、かわいい。みんなこの本
おすすめですよ。もうこんなに分厚いメンバーのメンバー7人の一番人インタビュー、ぜひ。なんか最近文字が読みたいなって、でも小説とかはちょっと読み切れる自信がないなって方、そしてアイドル好きだな、アイドルって普段どんなことを思いながら活動しているんだろうって気になる方は、もうこの計7万字のね、1人1万字、計7万字以上のこの本を読むのがおすすめですよ。あとちょっと写真集もいいけど、写真集とともに文章も読みたいって人にもおすすめです。写真集レベルのボリューミーないろんな写真が載ってるし、撮り下ろしのね、この本でしか見れない写真もたくさんたくさんあるので、もうすごくコスパがいい本になっています。私は10冊買いましたので、ぜひ1冊でもお手に取ってもらえたらと思います。もうなんか今思っても10冊買ったのやばいよね。あの親戚にね、お母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃんとか親戚に配るように10冊そう買ったんですよ。血で見せしちゃうと、こんなちょっちょっちょっ、このオオカミとプライドとかの衣装着てるパズルも載ってるし、やりたいです。オオカミとプライドやらせてください。おさきまだやれます。おさきまだオオカミできます。オキさんとやりたいです。やりたいよ。ソラハさん、そうあげたのとか、あげるみたいな話になったけど、これレッスン上に置いてあるんですよ。なのに読む気配ないから、本当に読みたかったら読んでるはず、レッスン上にあるからね、誰でも読めるんだよ実は。このメンバーは、悲しい。高尾探偵もまたやってほしいし、おチェキ当たった、すごい。パスの他のチェキはどこへ行ったのだろう。チェキ当たって報告全然ないんだけど、ミサンガもまだちょっと行方不明のやつあるんだけど、みんな報告しきれてないよ絶対に。報告漏れがありますよ、ほうれん草ですよみんな。一体誰が当たったんだろう、誰なの、外れたの。大丈夫、私もねチョコモナカジャンボの年末に当たる検証、チョコモナカジャンボ40個以上食べて応募したけど当たらなかったから、みんな悲しみを共有し合おうな。次があるよ、運を止めとこうね。もっともっといいものが当たるかもしれない。チェキ、11番当たったのか、私が狙ってたやつじゃないですか、くそー悔しい。11番、私が狙っていた11番、そうだよ次がある。しかもさ、まだもしかしたら発送が遅れてるだけであるかもとか思えるじゃんね。いまだにミサンが待ってる人いるし、4年経っても待ってる人いるから大丈夫。そう思えばいい、まだ発送されてないんだって。私オーディションの時とかも、オーディションってお祈りメールがないから家に来たりメールが来たりするんですよ。でそのお知らせがメールか郵便かも教えてくれないので、そう合格者にだけ連絡が来て、あの二次審査とか三次審査とかの、そのお知らせが来るのね。でいつ来るかも分かんないし、メールかもポストかも分かんないから、毎日迷惑メールフォルダをこうやっていっぱい遡ったりね、ポスト あの隙間とかに挟まってないかなって見たりとかしとったから、気持ちはよく分かります。
そうなの。だからチキの当落とかと同じような感じですね、オーディションのそのお知らせも。あれ、いやこれはきっと今日は土曜日だから郵便局の配達がお休みなんだとか思って過ごしとったからそう、気持ちはわかるよ、よくわかるよ。 STU はねメールできた気がしますね。うん、STU メールだったかな、フォーデートグループメールなのかな、二次審査のお知らせメールできた気がする。いや違ったかな、どうだったかな、メールだったかな。こんばんは、よかった、ちゃんと最後まで見れて、涙で見れなくなるかと思いました。そう、この本も大事にしとこ、飾っとこ、ずっと。私のさ本棚があるんだけど、本棚に本がさ、なんかゆきりんさんの本とか STU の本とかのいみんさんの本とかがもうありすぎて、最近ねちょっとぎゅうぎゅうなんですよ。 CD とかも入れてるから、そうぎゅうぎゅうなの。ちょっと見せたいな、見せたいけど、ちょっと今本棚の真ん中に、あ落下してしまった、本棚の真ん中にサーヤにもらったこのサンタのおじさんが居座ってた。見栄えが良くなくて綺麗にしたら今度見せますね、今度また見せる。かわいい。これは嫌なことがあった時のためのお守りって言ってタンプレにくれました。サーヤンの分身です、だからこれはサーヤンなんです。一緒に寝たら添い寝できるし、一緒にお風呂入ることもご飯食べることも何だってできる分身なので、そう、多分この鼻を押したらサーヤンになる。サーヤサーヤサーヤ、パーマンです、パーマンサーヤ。かわいい、ピンクの色味がかわいい、薄ピンクで。そう、お守り、ピョンピョンならなかった。これも宝物、私のお家は宝物だらけです。メンバーにもらったものとか、ファンの皆さんにもらったものとか、いっぱいね、そう、あちこちにね、あちこちにあって。でもこれもうサンタだから、あれかな、季節的にもう、どこかに置いといた方がいいかな。でもサンタ感ないよね。イカの妖精って言っても全然そうなんだって思えるよね。じゃあいっかね、サンタって言わなかったら全然わかんないし、きっと大丈夫だよね。明日へそなんですよ、お風呂入ってもう寝なきゃ。なんか前髪スプレーの名残みたいなのがここにいる。明日髪型どうしようかな、フェス始め、フェス始めどうしよう。そう、荷造りもやらなきゃ、そう忘れてた、やらなきゃ、どうしよう、ピンチ。ちょっともうお風呂も頑張らなきゃだし、荷造りもしなきゃだし、部屋の掃除もしなきゃだし、うん、そうした東京です。どうしよう、今日パス2つぐらいリポストした、それのお知らせしよう。そうだった、あのですね、今日リポストしたものがありまして、まず明日のフェスのお知らせです。明日のフェスのお知らせ
動画をねこの前の公演の時に公演にいたメンバーで撮ったのでぜひこちらもチェックしてください。私もうあやぱんがもうツボすぎてずっとあやぱんのこと見てます。あやぱんへーってな、あのこれ公演前に撮ったんですよ。これねこの動画昼公演前に撮ったんだけど、そのあやぱんへーみたいな言って、そう公演の感想でも沖さんがじゃああやぱんって言ったへーって同じリアクションしてて、だからメンバーはね公演の時によりその既視感があってより笑ったんだよね。そうリアクションが大きくて大好きパン粉、楽しみです。明日メンバー構成がねまたいつもと違う構成になってるので、今日レッスンもしてきたんですけど 2.5 期生も4人いますし、いろいろ見てほしい。うん、高崎彩子全員います。そうなの、ぜひ。あとはあとアニメイトさんとのコラボを年末にね発表があったんですけど、そのX のねキャンペーンでポスターが当たるよって、非売品のポスターが当たりますよの告知が今日あったのでリポストしてます。ぜひ見てみてください。このポスターがメンバーが載ってるこのポスターが当たるよっていう非売品で、この直筆の直筆というかメンバー手書きのプリントだけど直筆手書きのメッセージも全員分載ってる、結構レアな気がする。こういうのってサインも入ってるし、そうなの、なんて書いてるかこう頑張って解読してくださいね。これはぜひね挑戦してください。抽選で15名様だから、このアニメイトさんの投稿をリポストして、 RP っていうのはリポストですね、リツイートが変わってリポストになったから RP リポストして応募できます。15名様、メンバー15人いるからね、全然あれだよ、3名様とかじゃなくて15名様だから、まだまだ可能性は高いですよ。各メンバーにつき1人とかなのかな、関係ないのかな、どうやって決めるかは分かんないけど、ぜひリポストするだけなのでぜひ拡散してみてください。今ね465件リポストされてるので465分の、あ1人増えた見てるな配信パセオシア、今ねどんどん倍率上がってますので皆さんもぜひ応募してください。今は466分の15です。やばいよ倍率上げちゃったよ、チェックしてみてね。私もこのポスターさ、この告知で初めて見たけど何順なんだろうと思ったら鬼滅の名前順でした。千穂さん、みなみさん、みちさん、ひなさんがいたから、あこれあゆえお順かと思って、どういうあゆえおなんだろうと思った。1期のあゆえお、ドラさんのあゆえお、2期のあゆえおでした。だから私はここにマイキューさんとリコちゃんの間にいます。あゆえおだったよ。そう後ろに2期生いるなと思ったけど、マイキューさんもいるな、なんでかな、あ鬼滅だって気づいて、はいぜひチェックしてください。あと他のお知らせ事は昨日メールにも送ったお知らせがたくさんあるんですけど、スペイベの応募が22日の正午だから気をつけてくださいね。正午だからね、そういう応募系って23時59分のやつが多いけど正午なので間違いなく正午だよ。いい
正午って知ってるか？昼ね、昼。昼12時までだから忘れないようにね、してくださいよね。お知らせまとめ。今日の夜配信のお知らせは終わって、ファンクラブの申し込みも昨日で終わって、お話し会も今日の昼で終わって、あと福フェスだ、福フェス、福フェスの一般エリアの受付が先着になってるので、ぜひ優先エリアと2回指定席は完売なので、あと一般のこの先着になるので、悩んでる方はぜひお早めに、お早めにお願いいたします。あ、そう、あとお話し会申し込んでくださった方は、お支払いの方のメールがキャラーニさんから来てると思うので、キャラーニさんの指示に従ってください。キャラーニさんの指示に従っていただけない場合、公演の中断、延期、そしてなんとかになる可能性があります。よろしくお願いします。そう、お忘れなくだね。で、リリーベの2月11日日曜日、広島県某所、バレンタイン直前お菓子作り体験、各メンバー4名様とポスタープレゼントの各メンバー5名様があるので、各メンバー9人ですね、9人の方に当たるので、ぜひよろしくお願いします。配信？福フェス？わかんない、何もわかりません。今が私がさっき公演の中断とか言ったのはあれだよ、キャラアニのお話し会の話で、いつもの声の鍵穴の通りに言っただけだから、福フェスの配信の有無はわからないです。お知らせが出てないからわかりません。スペーブの配信はありません。スペーブの配信もお話し会の配信もございません、ないです。皆さん忘れなくよろしくお願いします。キャラに、キャラに、じゃあそろそろ終わろうかな。明日は普通に夜配信します。昼は配信できませんので夜配信いたします。フェス終わりにね、配信するのでよろしくお願いします。荷造り頑張るよ、久々の荷造りかもね。いやー頑張ります。荷物を最小限に、私はすぐ心配性だからいろいろ入れちゃうんですよ。 あれもいるかも、これもいるかもって言って、ウェットティッシュだけで3個とか持ってっちゃうのでウェットティッシュは1個でいいよね、みんな。ウェットティッシュ1個、ティッシュも少なく、でも鼻かむかもしれないじゃんね、チョコこぼすし私って。あと何がいると思う？充電器、イヤホン、あと何、なんだなんだ、財布、スマホ、あと何ですかね、何だろうか、メイク道具、一番大事や、メイク道具、お風呂セット、ヘアアイロン、意外とある。頑張るよ。あ、酔い止め大事、酔い止め一番大事かも、私新幹線出ようからね、酔い止めで、昼ご飯大事、おやつ、おやつどうしようかな。最近の私の新幹線のおやつはたけのこの里が主流でして、前まではね広島駅にスーパーがあって、駅とかコンビニでアイス買っとったんよ。でもさ、メンバーで集合して駅行ってさ、
乗るわけじゃん新幹線で、新幹線に乗る前に溶けてしまうことに気づいて、そうだからアイスはダメだって、そういう集団行動の時にアイスを買ってしまうと、そのやばい溶けちゃうっていう戦いが始まっちゃうから、一人でそわそわしちゃうんですよ。だから最近はタケノコの砂糖もね買うようにしてて、500円までいいのおやつ、じゃあ千字柄にします。千字柄とタケノコの里にしようかな。千字柄が360円ぐらいだから、きっとタケノコの里140円ぐらいでしょ。そうしようかな、そうしちゃおう。新幹線のアイス、新幹線のアイスパリパリチョコとか入れてほしい。私さちょっとアイスパリパリがないと物足りなくて、ちょっとパリパリバージョン出してくれんかな、スジアタさんお願いしますお願いします。パリパリしたチョコの層が入ってるアイスをぜひお願いします。お願い。あとねアイスを新幹線食べるとこぼしちゃうから、最近はお仕事前とかにアイスを食べるのをなるべく控えてて、なのでタケノコの里必須です。ありがとうタケノコの里。あやばいね、終わる時間、終わる時間だ、終わろう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 。私新幹線のアイスねまだ1、2回しか食べたことないよ。みんなね新幹線の車内販売が終わるときにパセリ終わっちゃうってよってめっちゃ教えてくれたけど、パセリ新幹線のアイスはそんなにあの普段食べてないんです、実は。そう実はね、荷造り頑張りたいと思います。そうそうなのよ実はね。あとねパセリあのねでパセリ好きそうってくらいす全然あのヒットしないことが多いから、みんなパセリのこともっと研究してもらえたらと思いますパセリが好きそうだよって書いたやつ大体ハズレです。ブブーパセリ検定ブブーです。あとねそうなのまだまだだな、パセはパリパリ系のアイス好みですね。頑張ってパセリマスター目指してください。うん。あと塩パンの報告もあってます。塩パンとパリパリ系のアイスとチョコモナカジャンボとジャイアントコーン系の待ってます。板チョコアイスのキャラメル、板チョコアイスのキャラメルはソラハさんがめっちゃハマってるよ。買いだめしてたちょっと食べてみようかな今度もらって。板チョコはねノーマル好き、パルムもノーマル好き。パセリ検定3段目指してください。パセリの習字の段と同じ3段。じゃあ今度はクイズ出すから、またショールームで、ショールームかメールかX か何かしらでパセリ検定、あファンクラブ出そうかな、パセリ検定の問題作っとこうかな。でいつか公開しますね。パセリが好きなアイスは何でしょう、パセリは毎朝起きた何をするでしょう、パセリは一体今何を考えているでしょう、これ難問ですね。きっとみんなが答えてパセリが回答するときに気分変わってるから、ちゃんとあの不正がないように事前に答えも変えないようにちゃんと保管しますので、下書き作っとくから。パセリの好きなパンは何でしょうって、パセリの好きなパン、じゃあ今配信見てるみんなにパセリが好きなパン、クロワッサンとクイニーアマンが好きだよ、あとメロンパンも好き、あと塩パン、塩パンは中が空洞のやつが好きです。じゅわじゅわ系の生地が詰まってるパンより、そういう中が空洞とかサクサクとか、あやパンも大好き、私あやパンのことずっとずっと大好きだから、あやパンも正解にしちゃう。そう塩パンの中が空洞ってことはバターがいっぱい使われているっていうこと、
ねえ空洞だからカロリー低いっしょと思ったら意外と溶け込んでますからね、そことかに溜まってカリカリしてるやつ、あれは溶けたバターだから、そういうのがタイプです。あとはなんだろうな、パセリ検定出せそうな問題なんですかね。パセリが広島で好きなパン屋さんはどこでしょう。ベーカリーキッチンフィロ。この前街中でねベーカリーキッチンフィロの袋を持って歩いてる方がいて、めっちゃ見ちゃったの絶対不審に思われたと思うんですけど、それぐらい袋を見て反応してしまうぐらい好きなので覚えておいてくださいね。もうこれは 2,3 年前からずっと変わってません。またなんか思いついたら問題集にする、初回10問とかで思いついたらあげますね、ファンクラブの方にも。よし考えるぞ、終わらなきゃ本当に。ちょっと半になっちゃった、15分に言われてたあたりに半になっちゃいました。ベーカリーキッチンフィロは新幹線口じゃなくてもう一個市内にもできたの、2店舗目が。市内の店舗限定の商品もあるから、みんな広島に来たらぜひ食べてください。ぜひ何票で合格したか、あオーディションクイズね、パセリのオーディションナンバーはとか、まあ、1回目だから簡単にしよう、よく喋ってる内容とか、パセリの誕生日はいつでしょう、平成何年でしょうとかにしよう。あ全部言ってるやん私、みんなが予習しちゃうじゃん。みんなフィロは F-I-R-O フィロです。フィロやばい、みんな予習しないでくださいね、正々堂々と。全問正解の人にはどうしよう。オーディションナンバーは98番です。98番尾崎せりかちゃんでした。ウィキペディア、ウィキペディアより多分エケペディアの方がいい気がするエケペディア、私この前 AKB さんの何かを見て、あれこのメンバーさんって何期生だっけと思ってウィキペディア開いたんですよ。じゃなくて、そうお披露目とかを調べようと思って開いたなくて、でエケペディア見たらやっぱ載ってて、やっぱ48グループのメンバーを知るにはエケペディアやなって思いました。エケペディア私もう STU 入る前から見てるからそうエケペディア見たら大体載ってますね。え自分のやつ見たことないかもしれない、間違った情報が載ってたらちょっと指摘しよう。え今見る、いや今度見ましょう、今度エケペディア見る配信しよう大体忘れちゃう。では本当に終わります、壇上で終わる、壇上タイムいくよ。13位いもけんぴさん、12位陣内さん、11位阿部寛さん、10位としきさん、9位ワウワウさん、8位クワドリさん、7位ミッチ、あバースデーなの、バースデー、そうじゃん言ってたわ、お話し会で言ってた、おめでとうございます。パスが盛り上がってたから終わり際にハッピーバースデー、今年もパセリ一筋の一年にしてくださいね。ねえパセリだけしか見ない一年にしましょう、おめでとう。6位スプマンテさん、5位いっちゃん、4位やすべえさん、3位トニさん、2位ゆうたくん、1位プーさん、ありがとうございます。それでは皆さん本日は
何時間、2時間半、2時間半もお付き合いいただきありがとうございました。私はこれから荷造りとお風呂頑張りたいと思います。皆さんもこれから何するか分かんないけど、何かしら頑張ることがある人は共に頑張りましょう。もう寝る体勢の方は先に寝てください。追いつきます。夢の中でパセリが迫ってくると思います。全力疾走するから顔とか悲惨だと思うから振り向かないでください。多分毛穴が全部開いて鼻も口も目も開いてるから振り向かないでもらえると助かります。ではおやすみなさい。バイバイ。また明日。